はい、こんにちは、レッドストームです。今回は法令上の制限の建築基準法の建蔽率について解説させていただきます。今回は建蔽率ってどんなものなのか、基本的な部分ですね、を解説いたします。まず、建蔽率ってどんなものかというと、敷地いっぱいに建物を建てることができるのかというところを建蔽率で考えることができるんですね。まあ、具体的にですね、こちらの2つの図を見ていただきたいんですけれども、まず左の図はですね、敷地面積が100平米ありましたと。この黒いところが敷地です。黒の四角の部分ですね。その上に建築面積100平米の建物が建っていますよと。これつまりこれは敷地いっぱいに建物が建っているという状況なんですね。で、この場合っていうのは建蔽率 100% って言います。これを建蔽率 100%。 この建蔽率の具体的な計算の仕方っていうのはこれ割るこれなんですよ。まあ、かける100をしたら、パーセンテージになります。100割る100ってことは1ですよね。1に100倍、100分率なんで100倍すると 100% ってことですね。で、一方でこっち。こっちは、敷地面積が200平米あって、そこに建築面積100平米の建物を建てました。この場合っていうのは、建蔽率 50% なんですね。敷地に対する建築面積の割合なんですよ、建蔽率っていうのは。まあ、計算の仕方は先ほど言った通り、100割る200。こうすると2分の1ですよね。で、2分の1に 100% をかけると50となると。だから 50% ですね。まあ、50% なんですけども、実際法律ではどうやって書かれるかというと、10分の5とか。まあ、こういう風に書かれます。これがまあ 50% ってことですね。で、建蔽率っていうのは、敷地面積に対する建築面積で計算はできると、先ほど言いましたよね。で、建築面積っていうのは、ちょっと見ていただきたいんですけども、こっちどっちも一応100平米と仮定してるんですが、この建物の、この敷地に接している部分の面積って考えてください。まあ、もちろん例外的なものもあるんですよ。上の方が大きい場合っていうのもあるんですね。上の方が大きい場合は上の面積で考えるんですけども、基本的には1階のこの床面積って考えていただくと分かりやすいんじゃないのかなと思います。この敷地に接しているところの面積っていったイメージですね。で、ここまでが建蔽率の計算の仕方なんですけれども、実際、法律である地域については建蔽率、例えば10分の6までにしてくださいよ。10分の6っていうのは 60% ですね。60% までにしてくださいよとか、30% までにしてくださいよとか、いろいろ決まってるんですよ。例えば低層住居専用地域だと、10分の3、10分の4、10分の5、10分の6。つまり30から60%の間で都市計画で決めてくださいねってなってるんですよ。つまり、低層住居専用地域でも、ある地域については、建蔽率 60% 以下にしてください。あるところについては、建蔽率 50% 以下にしてくださいっていうふうに、場所によってちょっと異なるんですね。で、60% とか 50% ってもし決められているのであれば、そこの地域にある建物っていうのは、60% 以下にしなければいけない。50% 以下にしなければいけないということなんです。例えば、ここの土地について、建蔽率 60% で定められていました。となったら、これ敷地面積100平米ですよね。ってことは、この100平米の建築面積の建物、これ建てることができませんよって話です。建築面積が60平米以下の建物しか建てることができないっていうふうになるんですね。建蔽率が 60% で指定されているのであれば。もちろん、こっちで建蔽率 60% で定められていました。この地域が建蔽率 60% で定められていた。というのであれば、この建物は建てることできますね。なぜなら、建蔽率はこれ 50% だから。これは建てることができます。イメージ湧きましたでしょうか？で、なんでこんな建蔽率を定めるのかっていうと、どこの地域でも敷地いっぱいいっぱいまで建てることができるってなったら、住環境悪くないですか？隣の家がすぐ自分の敷地の隣にあるって、なんか嫌じゃないですか？風通しも悪い、日当たりも悪くなる。またもし火災が発生したら、すぐ燃えちゃう。燃え移っちゃう。炎症しちゃう。そうなってくると住環境悪くなりますよね。だから低層住居専用地域については、建蔽率は 30% から 60% までの間で決めましょうと。高くても 60% なんで、敷地面積200平米であれば、120平米までしか建てることができなくなるわけですよね。ちょっとゆとりも出ますよね。だからそのようにしてるんです。で、一方で近隣商業地域っていうのは、近くに商店街とか、まあ、繁華街とか、ビル街とか、そういった建物が近くにある地域なんですね。
まあもちろん人は住んでますけれども、住むことをメインとした場所ではありませんので、検品率は上がるんですね。具体的には10分の6もしくは10分の8、つまり 60% かもしくは 80% で決めるってなってるんです。これも都市計画で決めるんですね。で、例外的にもう商業地域っていうのは、建築基準法で 80% って決まってるんです。もう10分の8って決まってるんですね。なんでこの点はちょっと覚えておいた方がいいかなと思います。その他の部分については具体的にどれぐらいで定めることができるのか、具体的な数字は覚えなくてもいいです。あくまでも商業地域以外の用途地域については、都市計画で建蔽率定めるんだと。この部分だけ頭に入れていただければ大丈夫です。あとは、この建蔽率ってどんなものなのかですね。まあ、計算の仕方は建築面積割る敷地面積です。で、100分率、パーセンテージで表したいのであれば、それに100をかけたら、パーセンテージ出ますよね。で、法律上は、分母を10にするんですね。だから、この場合だったら、10分の5になるということですね。これ計算できない方は、そんなに気にする必要はありませんので、割り算ができない方は、計算問題をやらずに、それ以外の部分でしっかり取っていく。一応、内容は頭に入れておいてくださいね。内容は頭に入れておいてください。大体こういったもんなんだってことですね。イメージだけはしておいてください。ただ計算問題が出た時だけ飛ばす。全然計算問題解けなくても合格できますんで。実際弊社の個別指導の受講さんでも、割り算分数計算ができない方いらっしゃいます。そういった方でもそういった計算問題はどんどん飛ばしていただいて合格していただいておりますんで、気にしなくても大丈夫です。まず今回は建蔽率がどんなものなのかっていう具体的なイメージを頭に入れるということと、建蔽率っていうのは基本的には都市計画で決めるもんなんだと。つまり敷地面積に対してどれぐらいの建築面積の建物を建てることができるのか、これが建蔽率で、建蔽率は都市計画で定めるんだ。ただ例外的に商業地域については建築基準法で 80% って決まってるんだ。この部分をまず頭に入れておきましょう。で、これが分かったらそこから建蔽率の緩和とか、まあそういった具体的な内容を勉強していくといった流れになります。で、弊社レトスは個別指導を行っております。理解をしながら、イメージをしながら、具体例を使いながら学習したい。そして一発で合格したい。短期間で実力を上げたい。そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。また個別指導についてご相談があると、質問があるというのであれば、それについても下にメールアドレス貼っておきますので、そちらの方にメールいただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。